はい、ということで皆さんこんにちは、くたねと言います。よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、振り返り動画、まあね、もうそろそろ周年ということでございまして、振り返りをねしてみようと思いまして、今までね一度も振り返ったことがなかったところが一つあったので、そこをね振り返っていこうかなと思いますということで、それがですね今まで、ガシャどれぐらい引いたのかなっていうところなんですよ。ただまあそのガシャどれぐらい引いたかっていうのを数えるのはまあ無理なので、それもその動画ね、基本的に僕ガシャを引く際はほぼ動画撮っているんですけれども、何個かねその単発とかねそういうのがありますので突然ドアを閉めます今回ねまとめたのが、ガシャでガシャ動画を投稿していて、メインチャンネルで、ガシャ動画を投稿していて、かつ、10連以上です。だからその単発10回とかを抜き、あと単発5回とか6回とか単発14回とか抜きにして、10連のガシャをですね、10連のガシャを何回引いたかっていうのをね数えてみました。はい、早速ね、発表、まあ、多分ねちょっと数はね何個か合っていないと思うんですけども、僕がですねこの約まあ5年間ですね、5年間のデレステの数ですねというのが71個ありました。はい、71個ですね。どうなのかな、多分めっちゃ少ないでしょうね。そのガシャ動画っていう意味ではもうちょっとあったんですよ。ただその他のガシャ動画っていうのは無料単発とかですね、無料単発まとめての、合計10連とかね、まあ、あとは単純に納税1回引いてみたとかね、そういう動画はちょこちょこあったんですけども、まあ、あの辺はね数えていくとキリがないので、まあ、あれは一旦省いてね、まあ、10連のみということなので、まあ、71回かな、最初の動画からですね、最初のアイリの、ハロウィンのところからですね、今ちょっと軽く動画流してみます。こんな感じですね。はい、今回はボソボソ言ってると思うんですけども、あの動画から、最新で言えば、最新がそれこそアイリなんですよ。アイリのガシャ動画なんですよ。あれアイリのガシャ動画以来、そうですね、あれ以降はまあ工場しか来てないので、10連以上は引いていないので、それこそまあアイリのハロウィンからアイリの前回の水着までのですね、合計回数71回ですね。まあその無料10連含めてます。無料10連含めて71回ですね。で、合計何連かですね、まあ、これはですね、まあ、その単発抜きだから、そのこの動画のこのだから71個の動画で合計何回引いたかっていうことなんですけども、2660連でございますね。はい2660連です。どうなんかな、まあ、3000連いかなかったんですよね。だからそんなに多くないんでしょうね、やっぱりね。まあ、やっぱその課金を基本していないので、ほとんどしていないので、もうそれこそここ最近全くしてないですし、まあ、課金するって言ったら、まあ、あれぐらいですよね。そのスカウトチケットとかか、あとプレミアチケット、やったかな、スカチケの時に課金して、でその時にゲットした何ですか、10連ガシャチケットとかを引いてみたいみたいな感じなので、まあその課金ほぼしていないので、まあ、基本これだから全部 無料のジュエル分なんですよ。まあ、無料ジュエルと無料のガシャですねのまとめなんで、まあ、2660連ですね。まあ、前回の水着が300連引いたじゃないですか。でフェス限の動画、まあ、フェス限の動画では200何本なんですけども、まあ後で生放送で引いたので、まあ、それ300連なので、アイリだけで、まあその前入りだけでまずもう600連引いてるんですよでアイリ600連で、でクリスマスのやつが確か5、60連ぐらい引いて、いや100連近くか、100連近く引いた。で2人目かな、2人目のアイリー、まあ、工場の1周目ですね、あれが50連ぐらいで、ハロウィンのアイリーが20連ぐらいなので、まあ、本当にね、アイリーだけで、まあ、約700連ですね。この2660連分中アイリーのガシャだけで700連ぐらい引いてるのでかなりの数ですね本当にマジでいげつない、ほとんどアイリーなんですけども、まあ、それ以外で言えば、まあ、温泉ガシャですね、2周目の温泉ガシャかなの時に160、170ぐらいかな引いたりしましたし、あとはまあそれ以外も何個か引いてたのかな。あとはそのあれか、工場アイリーの後かな、工場アイリーの後、工場2周目アイリーの後のところでも180
80、90ぐらい引いてたと思うんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、残りが全部無料かな、まあ、無料が主にメインで、で、まあ、ちょこ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 10連、多分10連で引いていたりするというところの合計が2660連ですね。約5年で2660連、ガシャ動画、ガシャの10連という形で、10連という形で以上引いてるのが71回ということで、71個かな、の動画ということでね。いやー、めっちゃ数えるのめんどくさかった。正直マジでめんどくさかったんですけども、まあ、そのデレステの、 あのまとめのねマイリストから見たので、何個かねちょっと登録できてないやつもあるかもしれないんですけども、まあとりあえずね数えてみたところそんな感じですね。まずですね、デレステのまとめが、今見たらね947本、僕はデレステ動画を投稿しておりまして、まあ、そのうちの70何本でしたっけ、71本が10連のガシャ、10連以上のガシャ動画ということになっていますということなので、なるほどね、まあまあまあ1割も行ってないんですよね。まあ1割は行ってるのかな、まあ、1割近く行っているということでございまして、まあ、こんな感じでね、振り返り動画ということで、まあガシャで、ね、5年間経ってね、まあ、これぐらい引いてますね。まあその他の、まあそれこそ配信者、他の配信者に比べたら圧倒的に数は少ないです。やっぱりその課金していないので、その分ね明らか少ないと思います。本当にまあまあ約3000連なんてね、ぶっちゃけ300円の天井10回行くこと、10回でしょ多分ね。他の配信者であればもっといってると思いますよ。それこそ6000連、7000連ぐらいいってるんじゃないですかね、だと思うんですけども、あんま知らないです。知らないけどね、ちなみに知らないけど、ちなみに他の方は全く見てないので知らないですけども、まあ、それぐらいいってるのかなと思うんで、という意味ではね、まあほぼ美課金美課金代表として、配信者の中でも美課金代表として、こんな感じでございました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よかったらよろしくお願いします。それではバイバイ。